北海道森町に火葬場を見に来ました。時刻はまだ午後5時前ですが、すっかり暗くなってしまいました。秋の北海道は日が短いですね。本当はこの後もいくつかの火葬場を巡るつもりでしたが、ここで最後にすることにしました。ここもすでに撮影が困難になっていますが、集中力を高めて手ぶれが起こらないように慎重に撮影します。数分経過しただけでそれも限界になってきました。ストロボを使って接写する方針に変えました。玄関はそれなりにおしゃれなデザインになっています。すでに中は真っ暗なのでガラスに張り付いての撮影は無理でしたが、試しにストロボを使ってみたら激しい映り込みがなく映せる角度がありました。他の角度から撮ったのは全くダメで、これがベストショットになります。火葬場探訪は打ち切って、来たことがなかった函館山にロープウェイで登ってみました。この独特な形の有名な夜景、左が津軽海峡で右が内浦湾だと思っている方が少なからずいるのではないかと思いますが、というか私も長らくそう思っていたのですが、実は違います。函館市のごく一部の狭いエリアがこういう形になっているのです。函館の夜景とても素敵でしたが、とても寒くもありました。函館駅のホームにようやくやってきた上野行きの特急に乗って、心も体もホクホクになって帰ります。さようなら。日を改めて出直しました。今度こそ森町総園と見に行かなかった他の火葬場をしっかり記録に残します。前回は外が暗いのに明かりがついていなかったので無人だったのが分かりましたが、今回は昼間であるがゆえに逆に利用があるのか分かりません。幸い敷地の外からも見やすい立地なので、そちらに回ってみることにします。なんか煙ってますね。利用の真っ最中なのでしょうか。敷地に入らず良かったかもしれません。火葬場の裏に墓地があって、まだこの先に行けるので進んでみます。近づくにつれて煙が黒くなり、勢いも増してきました。やや古めではありますが、そんなに煙を吐く施設には見えなかったのにどうしたことでしょう。そんなことを考えましたが、答えはただのフェイクでした。焼却炉の煙だったのです。煙が出なくなるのを待って撮影を再開します。一箇所だけ高く突き出ているところがありますが、他の火葬場でも見てきたように、あそこに煙突があって見えないように隠しているんでしょうね。で、あそこなんですが、皆さんのいる世界線ではこの動画公開の少し前に火災が発生したそうです。動画公開の時点で森町総園利用できなくなっています。いち早い復旧を祈っております。さて、墓地隣接の火葬場なので仙台施設もここにあったのかなと思ったのですが、調べたら違いました。現在道の駅のあるあたりに別の広い墓地があり、仙台火葬場はそちらにあったようです。郷土資料にレンガ煙突2本を備えたかなりかっこいい施設が紹介されていました。気になる方は概要欄を確認してください。次、旧佐原町エリア、現在は合併で森町になった佐原西条を見に行きます。途中こんな看板がありました。まっすぐ行けば佐原西条があるのは分かりますが、ここで一旦車を止めました。あの手の看板は以前はここに火葬場があって、それを記憶している人に向けたものではないかと考えたからです。残骨を入れると思われる容器がありました。図らずも佐原の旧火葬場跡地に寄れてしまったのかもしれません。何枚か写真を撮って再び車を進めてやってきました。とても近代的な佐原西条の看板があります。到着です。昭和末期か平成初期の最もシンプルな火葬場といった感じの施設でした。利用者の方には良いデザインだと思いますが、マニアに訴えかける要素は残念ながらあまりありません。マニアのための施設ではないのでこれで良いと思います。
仮想設備があると思われる真ん中から左は少し背が高くなっていますが、それでもかなり控えめで、仮想場らしさが随分と排除されているなと思いました。待合室がある右側と比べると左側には窓がなく、ああやっぱり仮想場なんだなと思わせる点もあります。見る対象に応じて感度を調整して鑑賞するスキルがマニアには要求されるのであります。中の様子がわからないのも残念な要因の一つですが、それでも面白いものが見られました。かつては外壁に掲示されていたであろう佐原町仮想場と書かれたプレートが中に置いてありました。森町と合併前の施設名は佐原西場ではなく佐原町仮想場だったのでしょうか。それとも仙台施設から外して記念に残しているのでしょうか。実態は分かりませんが、さてその仙台施設について訂正があります。国土地理院の古い写真を見ると、先ほど寄ったお寺の墓地の一角のここと現在の佐原西場とのちょうど中間あたりに煙突を備えた建物が写っています。ここではなく、その写真の位置に仙台施設があったのかもしれません。一度正解にたどり着いたと思っても自分を過信せず検証し直す勇気が必要ですね。それではまた。